はい、皆さんおはようございます。ミザです。本日はですね、ガチャピンモード4日目ガチャピンモードじゃねえわ、ガチャピン4日目ということなんですけれども、いやガチャが更新されてね、召喚石アップなんだよね。そう、召喚石アップ、ちょっとしばらくの間はね、まあ、しばらくといっても数日なんですけれども、ガチャとしては美味しくない、まあ、おそらくレア石がまあ、俺ゴールドムーンうめえとか言ってたけど、こっちはもうレア石がすごいことになるでしょうね。まあ逆に言うと SSR が出れば美味しいかもしれないんだけれどもっていう感じです。それじゃあ早速回していきましょう。なんとガチャも一人とんでもねえルーレットだと。でアニバーサリーの SR 以上確定チケット1枚もらえるじゃないですか。あれから SSR が出るらしくて、ちょっとそちらの方でも僕は最近昨日と比べると期待を持っていますという感じで、はい、ん、これはまたガチャピンはさすがにないと。またガチャピンはさすがにないと。まあ20連結構嬉しいね。そんだけ一気に引き出す、すげえ武器とか。お前は知らないかもしれないな。世界の真実を。召喚石アップっつってな。もう武器とかないんだ。うち。もう召喚石がアップしたら武器とかないんだ。よし、チケット取ったんで、じゃあ早速回していきましょう。まあ、本日開催の師匠公認で、なんかチケット、スクラッチのコインが追加でもらえるらしいんだよね。何枚かわかんないけど。なんで、そこら辺もちょっと、まあ、そこら辺は明日かな、おそらく反映されてくる。俺のスクラッチ何枚回していくぞ、みたいな感じのやつはね。まあ、今日は1枚で、スクラッチ1枚で勘弁してください。じゃあ行きましょう。アニバーサリーのチケット、これが SSR になるらしいですけど、まあ、そうだわな。まあ、そうだわな。わかるぞ。じゃあ10連いきまーす。いやなんかはい、おい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 、ここまでサクサク進んでスクラッチにかけちゃおうかなと思ってたら、これ入っちゃったんじゃないの。最近なんだろうね、まあガブリエルがね、まだ3突じゃないので、ガブリエル引けたら美味しいかな、石としては。あとグリームニル引けたら、今グリームニル2突なんだよね、石のグリームニル。あとマダイ、まあ、そこら辺かな、とりあえず欲しいなって思ってるのは。よろしくお願いします。まあこれはいいんですよ、召喚石アップだから。召喚石アップということは、ああもうほらこんなグロ画像になる。こんなグロ画像になるんですよ、召喚石アップっていうのは。ただ SSR の当たりはでかい。これが僕の運の申し子としての力です。得意点ミザのしゃー、きたー、これが得意点としてのミザのグラッとしての力だ。決まったー、来たな、これはやばいね。運めちゃくちゃ来てない。うわー、グロ画像だ。そう、こうなっちゃうからあんまり期待しなかったんですけど、いやいいの来たね。まさかまさかのガブリエル。これ何凸よ、俺これ何凸ガブリエル。ちょっと二凸かな、一凸か二凸、無凸、いや無凸だ、一凸になるか二凸になるかとかだったような気がするんですけど、あ、二凸になりますね。あと1枚で三凸になる。まあ割とこれもう混合スタンディングバイコンプリートでしょ、仮面ライダーファイズでしょ。あ、いいね。いやここまでなってきたらもうガブリエルは混合 OK なんで、ちょっとそこもうっすうっす。じゃあ、スクラッチいきますか。いや今日は気持ちよく一日を過ごせそうだな。まあ僕ずっと置きっぱなしで、ハースストーンっていうカードゲームの、バトルグラウンドっていうモードにハマっちゃって、最近ハースストーンやってるんですけど、はい、まあ最近そろそろ飽きてきたんでグラブルに帰ってきます。スクラッチやります。好きなところは削ってくれよな。3つ揃うとアイテムがもらえるぜ。じゃあちょっとあんまめくってなかったかな、左下から始めるか。はい、サクサク。まあ当たりの人もいるわな。まあ結構多いんじゃない、当たりの人は。まあ僕は4凸あるけど。まあ当たりの人いるんじゃないですかね。ああでも俺ゼピロス当たってさ、ゼピロスで運を使い果たしたくないな。はい、あ今日はちょっと嫌な匂いがするガチャスクラッチかもしれない。はい、ここなあ、色違いだ、色違いきた、光ってるね。ポケットモンスター、ソード&シールドだ、どっちかな。光ってるのでも、光るのにも2種類あるからな。うん、もう光りすぎて焦げとるわ、真っ黒や、黒光りや。うわー、やめてくれ、せめてこっちやってくれ、せめてこっちであれな、せめてこっちであれ。
こっちはいらないのよ。こっちはあのプロトバハムと HL の自発に使えるんだよね。だからまあワンチャン欲しいんだけど、こっちはガチで使わん。真ん中行くか。これビンゴ、あのビンゴしたらマジでしばくから。おー、こっちであれ、むしろむしろこっちであれという願いを込めて。じゃあどうしよっかな。グランドクロス。おおおお、なかなかワクワクしないリーチだね。いや、まあワンチャン願いたいところではあるけれども、はい、あー、てかさ、スクラッチってさ、なんかめくった順番によってはさ、3個揃うやつが別であるべきではないのかって今ふと思ってるんだけど、どうなん？あのスクラッチってなんか1個じゃん、結局ここの獲得アイテムのやつ、スクラッチのやつね。えこれ最後1個じゃん。これさこれだってねえ、普通に3個揃う、別口で3個揃う道があっていいんじゃないの。 3×3 なんだから。例えばゼピューゼピューゼピューという道もあるし、バハバハバハという道もあるしね、ツノツノツノという道もあったかもしれないみたいな。もうこれツノだもんな、出た時点から。鬼よ鬼。俺の一喜一憂、俺の人生も裏で操られてたよ、糸で。これはちょっといただけませんね。はい、ということでちょっと 黒光りの黒光り角に当たってしまいましたところで、はい、今日の無料ガチャでした。え、ちなみに召喚石アップっていつまで？あ、3月14日か。俺明日のガチャはごめん、あの指定するわ。明日のガチャは遅れる。なぜなら今回の、まあでも、まあ、ガブリエル出たからね、激当たりなんだけど、まあ、今回のガチャは、あ、まあそういうところだったんで、まあ、ただ19時のガチャ更新をちょっとグランデフェスの可能性もありますので待ちたいと。あ、違うわ、あれか。あ、いやでも限定キャラアップが来るんだ、ダブルスタレが。そうだよ、ダブルスタレが限定アップ来るから、ということは明日がグランデフェスの可能性は全然あるよね。となると明日は19時かな。あ、なんで、まあ、今のうちにちょっとちょっと喋っとくけど、多分明日のガチャは回さない方がいいと思う。19時まで待った方がいいと思う。ということは言っておきます。はい。ということで、今回の無料ガチャ4日目でございました。20連でした。またお会いしましょう。じゃあね。バイバイ。やったぜ。